どうもはじめまして、ロッキーオートの渡辺です。今回本物のトヨタ 2000GT と、当社開発のロッキー 3000GT の2台絡みを撮影させていただきますので、ご紹介させていただきます。こちらは昭和42年前期の 2000GT になります。当時河野主査を中心に細谷さんたちのチームが精魂込めて作られた本物のトヨタ 2000GT のオリジナル車両です。非常にこの本物の 2000GT も乗りやすくスムーズに走ってくれる車です。この車については希少ということもありますので台数も少ないです。そんな中で、私どもが6年7年前から一生懸命着手したロッキー 3000GT がこちらになります。本物の良さ、この辺を生かしながら精一杯製作させていただいた車両になります。こう比較してみていただいても非常にクオリティ的にも遜色ないと思います。こちらは本物との大きな違いは、お客様が一番必要とされるオートエアコン、あとパワーステアリング、ブレーキに限っては ABS とかですね、そういった現代の新しい機能を取り込みながら、デザインは本物のトヨタ 2000GT を意識して、東京大阪間、東京名古屋間をスムーズに行ったり来たりできるような車ということで製作させていただきました。やっぱりこのトヨタ 2000GT という車は、お客様が私どもよりも本当に先輩の方々、年齢層の高い方が多いですので、エアコンがないと乗れないというようなお話ですね。あと都内は狭い駐車場とかに入れられる場合にパワーステアリングは絶対必要ですよと、そういったお話が多々お聞きした中で、こういったフル装備の現代によみがえったトヨタ 2000GT の現代版、ロッキー 3000GT を製作させていただきました。本当に乗ってもらうと分かるんですけど、乗りやすいです。女性の方でも乗っていただくことは可能ですし、やはり女性オーナーの方も私どもは納車させていただいてますので、誰でも気楽に安心して乗れると思います。ぜひこの機会に私どもの製作させていただいたロッキー 3000GT もぜひともよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。